黒岩栄井雄は、日本の政治家、立憲民主党所属の元衆議院議員、法務大臣政務官、参議院議員を務めた。元参議院議員の黒岩千鶴子は母、新潟県南魚沼群山和町生まれ、四男三女の長男であり、双子の姉がいる。母方は、球団尺の北王子家、父親は、東京大学医学部出身で、 学生運動に参加していた医師。山都町立浦佐小学校、山都町立山都中学校を経て、新潟県立六日町高等学校に進学し、東京大学門下一類に入学する。法学部に進むが、後に中退する。1994年には、黒岩地域福祉研究所を設立し、代表を務める。2001年3月、1995年の、 第17回参議院議員通常選挙に、新党先駆け公認で、比例区から出馬して落選した母、千鶴子が、堂本昭子の千葉県知事選挙出馬に伴う、辞職により繰り上げ当選し、同年7月の任期切れまで、約4ヶ月間、千鶴子の公設秘書を務める。2002年4月28日、真島和夫の死去に伴う参議院。 新潟県選挙区補欠選挙に無所属で出馬し、自由民主党新人の塚田一郎を破り、初当選した。なお、無所属の候補を、民主党、自由党、社会民主党、連合、市民団体の5本柱が擁立する処位、新潟方式で当選した。選挙戦中は、3年間無所属の公約を掲げていたため、民主党への入党は2005年12月に行った。 2007年の第21回参議院議員通常、選挙では連合から推薦を得たものの、2002年の補選では黒岩を支持した社民党が独自候補を擁立したため、選挙協力が成立せず、民主党は新潟県選挙区で黒岩、森裕子の両名を公認しに議席の独占を目論んだが、森が得票数2位で当選し、黒岩は時点で落選した。 落選後、次期衆議院議員総選挙に、新潟3区から出馬する意向を表明。2009年の、第45回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、新潟3区から出馬し、自民党前職の稲葉山和を破り、当選した。2010年3月、日本のグランドデザイン研究会の結成に参加した。同年9月、 関大一次改造内閣で法務大臣政務官に任命され、関大二次改造内閣まで務める。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、新潟3区で自民党新人の斎藤博明に敗れた。赤敗率は82.50%。菊真蒔子の82.54%にわずか34票差で及ばず、 重複陸候補していた比例北陸新越ブロックでは、時点で落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、新潟3区で前回敗れた自民党前職の斉藤を破り、国政に復帰した。2015年の民主党代表選挙では、元代表の岡田克也の推薦人に名を連ね、岡田が党代表に選出された。 2015年1月22日、党の役員に就任、執行部入りで国民運動委員会委員長、県青年委員会委員長を担当する。同年3月5日、党の政治改革、国会改革推進本部の本部長に、枝野幸男幹事長、顧問に、長妻明代,代表代行とともに事務局長に就任する。同年4月10日、 党の政治資金規正法改正案を政治改革推進本部の事務局長として衆議院事務総長に提出。同年5月19日、衆院本会議において刑事訴訟法等一部改正案について代表質問を行った。2016年9月26日、民進党の蓮舫、次の内閣で NEXT 国土交通大臣。 ネクスト内閣府特命大臣に就任。2016年10月、新潟県知事選挙で、民進党県連代表の黒岩は、民進党から独自候補を擁立することを断念。民進党の支援団体が推薦する森田美代ではなく、民進党を離党した米山隆一を支援したことにより、党の内外から批判が続出し、代表を辞任した。2017年9月末、 希望の党に公認申請する考えを表明したが、10月2日に申請しないことを決め、同月実施される第48回衆議院議員総選挙には、無所属で出馬する意向を表明した。連合新潟や日本共産党の支援を取り付け、前回破った斎藤に対して50票差という、国政選挙史上最小票差で参戦。その後、同26日に、 岡田克也が代表を務める無所属の会の結成メンバーとなった。12月26日、新潟日報の取材に対し、民進党を離党する意向を表明し、理由について、先の衆院選に無所属で出馬しながら、民進党席を有したままでいることは、有権者にとっても分かりづらい状況だったと説明し、同日の民進党両院議員総会で、 立憲民主党と希望の党に統一会派決成を申し入れる方針が決定されたことに触れ、選挙直後から離党の考えはあったが、党の議論の区切りを待って決意した。党の方針決定に意義を唱えるものではないと述べた。12月27日、民進党に離党届を提出し、衆議院会派、無所属の会には引き続き所属する考えを示した。 2018年1月16日、民進党は黒岩の離党届を受理した。2018年1月19日、米山知事と連携する新潟県民の自由と立憲主義の連帯に参加し、和潮栄一郎、菊田牧子らと米山隆一を支える協力体制を整えたが、2018年4月16日に米山は女性問題の集文が報じられて辞職。 2018年新潟県知事選挙では、連合新潟などが推薦する池田近子を応援したが、池田の当選は実現できなかった。2019年1月15日には、無所属の会から立憲民主党会派に移籍した。同年9月19日には、立憲民主党に入党し、国対委員長代理に就任。千二十一年十月、第十九回衆議院議員総選挙に、 新潟県第3区から立憲民主党の候補として出馬。前回接戦を演じた斉藤博明と4度目の対決となったが、1万秒差以上の大差をつけられ比例代表にも救われず敗れる。選挙後は、柴田市の選挙事務所で支援者に対し、再び国政を目指すことをアピールした。2011年5月11日、17日の衆議院法務委員会で、 黒岩のキャッチコピー、越後の暴れん坊をそのまま名称に使った政治団体、越後の暴れん坊が市民の党へ392万2860円を渡していたこと、黒岩管理会の2号団体である政治団体、越後の暴れん坊の事務担当者や会計責任者が市民の党と兼務をしていたことが問題視された。 市民の党は北朝鮮による日本人拉致問題の拉致犯で国際手配中の森淳子容疑者及びヨドハイジャック犯タミヤ高丸容疑者の子供の森博氏などが所属していることや黒岩が横浜市議会で議場の国旗を下ろそうとするなどして横浜市議会を除名処分になった市民の党所属の市議を応援をしていたことなどの関係について黒岩は 現職の大臣政務官としての姿勢を正されたが、黒岩管理外の二号団体である政治団体の事務担当及び会計責任者の兼務や献金について、私がそれを同行ううは言う立場にないとしか言いようがないと思います。その団体について私としてちょっとこれから検討するということを今改めて感じております。などの回答を行った。ありがとうございます。